宮津馬京ぐうずま京の一ぐうずま京は、三重県四日市市、鈴鹿市にまたがる鈴鹿川支流、内部川上流の渓谷、鈴鹿国定公園内にある、猿丸大部鈴鹿山脈の峰に挟まれ、魔王清流が流れる。特に紅葉国として知られ、中でも四日市市水卓の紅葉国は、江戸時代の歴代藩主、肘方吉内がもみじ以外の木を除去し、もみじだけを育ててきた地で、 紅葉の季節になると真っ赤に色づく。下部の四日市市ぐー町山の坊では、毎年11月後半に、水沢もみじ祭りが開催されている。百人一首で歌われている、猿丸大部の詩、奥山丹紅葉当別、名家の音悟る自創秋社悲しき奥山にもみじ、踏み分けなく鹿の声聞くときぞ秋は、悲しき、古今和歌集215、 小倉百人一首語はこの地で読まれたと言われており、下皮が建てられていた。一帯は中京圏屈指の行楽スポットとしても知られ、登山、ハイキング、キャンプ、軽流釣りなどのアウトドアの拠点となっている。2004年の台風6号では遊歩道が崩壊するなどして大きな被害を受けた。宮津馬京キャンプ場は三重県四日市市の宮津馬京にあるキャンプ場。 営業期間は4から11月。バンガロー、テント、山の家、山荘などの施設がある。宮妻間橋の駐車場が隣接する。入道が竹の振動コースの登山道の登山口となっている。西側の水沢岳から見下ろす宮妻間橋、ヒュッテ周辺ーズマ橋ヒュッテは、三重県四日市市の宮妻間橋にある四日市が管理する通年営業の宿泊施設。 1978年3月に竣工された木造地上2階、延べ床面積214.5平方メートル、定員46人の施設。所在地は、三重県四日市市水沢町麻沢冠山28、宮妻京キャンプ場が近隣にある。アウトドアの拠点となる施設で、食事の提供はなく、登山者やハイカーに山小屋としても利用されている。 宮妻橋上部の内部川本流の不動滝三重県と、滋賀県との県境である水沢岳と、宮井美寺岳との暗部に、水沢峠の東 2.1km に位置する。鈴鹿川水系の支流である内部側の上流部に位置し、伊勢湾へと流れる。上流には不動滝がある。周辺には山ビル、日本猿、日本ジカなどが生息し、煙水症が産出されている。 鈴鹿山無役南部の東表に位置し、雲母方、鎌が、竹、水沢学、乳道が竹に囲まれた渓谷である。宮津間橋の斎王にある水沢岳は宮古市山とも呼ばれている。三重県道四十四号ぐうずま橋線が、四日市市水沢町の宮津間口まで通じ、内部が朝岩沿いに宮津間海まで唯一の道路が通じ、その上流部に乳道が竹の北面へ宮津間林道が、 通じる。下流側の宮妻口には、東海自然歩道が通っている。鎌倉時代に、大見商人が通行していた、水沢峠を越える道が、大見と伊勢を結ぶ一つの経路として近世まで、利用されていた。宮妻口には、もみじの名所である、楓えがある。湯の山温泉の南3キロメートルに位置する。宮妻郷からは、周辺の鈴鹿山脈南部の山へ、 以下の登山道が解説されている。ありがとうございます。